ドリームチェイサーです。今回はこちら、妖怪ウォッチデラックス妖怪ウォッチドリームパワーアップキットゴールデントレジャーを紹介していきます。はい、ドリームリンクで黄金の容器がチャージできるようになります。トレジャージバニャンの妖怪ドリームメダル付きです。妖怪ウォッチドリームはバージョン3以上に更新しておいてください。他のパワーアップキットと同様にこんな感じでコアの部分を外してセットして、長押しでドリームリンク音声が変わったり黄金の容器がチャージできるようになります。では早速開けてみましょう。はい、どんな感じかな。あ、おー、こんな感じ。あ、綺麗だな、すごい。なんかもっと黄色っぽい感じかと思ったら、ラメが入ってることですっごく綺麗になってますね。はい、このクリアパーツはとってもいいですね。ここにドリームリンクできるようなものが入ってるんですね。チップが入ってるのかな。はい、面白い。こちらは上にかぶせるゴムの部分ですね。はい、柔らかいです。はい、こちらがトレジャージバニャンの妖怪ドリームメダルになると思います。開けてみましょう。はい、あ、クリアメダルになってますね。はい、こんな感じ。ピンク、トレジャージバニャン、宝石がいっぱい、お宝いっぱいですね。以前当たってゲットしためでたいトレジャーと並べるとこんな感じ。はい、トレジャーメダルが揃っていって嬉しいです。では妖怪ウォッチドリームのコアの部分外して作っていきましょう。こんな感じでここの部分を押してひねると外れるので、その状態で、今回はどこかな、特にマークついてないから同じかな。はい、この留め具の部分の方を上に向けて、斜め右上にこのサーチボタンが来るようにセットします。上に合うようにゴムをかぶせたら完成かな。はい、こんな感じになります。では長押ししてドリームリンクさせます。ちゃんとこの一つ一つのところに穴が開いてていいですね。ではトレジャージバニャン入れてみましょう。トレジャージバニャン、金銀財宝ザクザクーと、これは当たりの方なんでしょうね。金銀財宝ザクザクこのトレジャージバニャのメダルの中には特に容器はチャージされていないのかな。書いてないので、入ってないのかな。ちょっとでも入ってたら嫌なので一回外して容器確認です。抜いて、これで大丈夫かな。で、トレジャージバニャン、あ、入ってないですね。はい、入ってないのが確認できたので、もう一回セットしてサーチボタンを長押しでリンク。ハズレバージョン聞いてないので、もう一回トレジャージバニャン入れていきます。当たってくれましたね、また。じゃあこのままとりあえずチャージしていきたいと思います。直ししていきます。おー、すごい。
のチャージモードの音楽は変わらないですね。もう一回当たるまでやっていきます。はい、ということで2回目でなんと黄金容器ゲットです。ピカピカやわーと言ってましたね。はい、黄金の容器がチャージできました。ではせっかくなのでめでたいトレジャーのメダルも入れていきます。で結構ハズレバージョンもいいですね。落とし穴だよ。さようなら。はい、ハズレの時はこんな音声です。今回は珍しく黄金の容器2回で当たったんですけれども、結構容器が当たるまでって時間がかかるんですよね。そんな時に大助かりなのがこちらの黄金のミステリーに挑めのパワーアップモード。こちらでミステリーを解決するとこちらのウォッチランクが上がって黄金の容器が当たりやすくなります。はい、そうするとどんどん容器が貯めれるのでゲームでもいろんなおもちゃでも楽しみやすくなるんじゃないかなと思います。ということで次回はこちらのヌーマガジン失われた黄金の謎、こちらを紹介していくのでぜひぜひ楽しみにしていてください。というわけで今回はデラックス妖怪ウォッチドリームパワーアップキットゴールデントレジャーの紹介でした。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上ドリームチェイサーでした。また見てね。